シャフトドライブとは回転動力を軸によって伝達する方式である。乗り物などでも広く用いられ、動力伝達軸はドライブシャフトと呼ばれる場合もある。自動車の黎明期には動力伝達に革ベルトを用いたベルトドライブが採用され、1960年代にはホンダ S600 のような部分チェーン駆動の自動車が生産されたこともあるが、現在はほとんどの自動車で シャフトドライブを採用している。シャフトドライブの自転車オートバイや自転車の駆動伝達方式として一部の車種で用いられている。エンジンやクランクペダルのトルクをシャフトとベベルギアを組み合わせて伝達する。主流のチェーン駆動と比べると剛性や堅牢性が高く,騒,が高く騒音において有利である。また、チェーンには注油や定期的な清掃が必要なことに比べると、シャフトドライブは ベベルギアのハウジングに満たされたオイルを交換する必要があるが、その頻度は少なくて済み、チェーングリスの飛散が生じない。一方、チェーンよりも重量や部品コストにおいて不利でトルクの伝達効率が劣る。加速時に車軸から受ける反トルクによってリアサスペンションを伸ばす荷重が発生することも欠点とされているが、BMW をはじめ、 喧嘩装置にトルクロトを設けた平行リンク式を採用して、この点を解消した車種も増えている。長距離を快適に走ることに重きを置いた比較的、排気量の大きいツアラーやクルーザーに採用されているものの、メンテナンスフリー性に着目したヤマハが、女性向け原動機付き自転車、キャロット、マリックやビジネスバイク、タウンメイト T50、 T80 の各消排気量モデルに採用したことがある。エンジンの出力軸とシャフトがほぼ平行に配置される縦置きエンジンに採用例が多いが、横置きエンジンにもシャフトドライブを採用している車種があり、シャフトの前後に合わせて2組のベベルギアを用いるレイアウトとしている。BMW は古くから採用していて、日本では陸王、買い方や DSKA-25 など太平洋戦争後の車種には BMW に反を取ったものがあった。日本製では丸石サイクルなどからシャフトドライブを採用した製品が発売されている。チェーンドライブに比べると注油などのメンテナンスを省くことができ、衣服がチェーンの油で汚れることがない。ロスのあるベベルディアによる 回転軸の向きの変更が必ず2回必要である。また、ベベルギアに高い精度と保持強度が要求されるため、部品コストが高く重量が重くなりがちである。ドイツメルセデスミュージアムの展示品より、ハット ABCD、プロスコンズオブチェーンドライブシャフトドライブモーターサイクルズ。デマンドメディア、インク、2014年3月20日閲覧。ABCD、 シャフトドライブオアチェーンドライブ。about.com。2014年3月20日閲覧。バイク用語辞典。ヤマハ発動機株式会社。2014年3月20日閲覧。展示コレクションの情報1979年。キャロットヤマハ発動機株式会社展示コレクションの情報1979年マリック。 ヤマハ発動機株式会社展示コレクションの情報1982年タウン、名都ヤマハ発動機株式会社。ありがとうございます。